ども込みです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、今回のはですね、もうガチでやばい。やばすぎる。そのね、形容する言葉がもうないですね。僕今まで6年間ぐらい、まあ、クラクラやってきて、まあ、いろんなですね、それなりに見てきたと思ってますよ、自分でね。まあ、イベント参加したりとか、こういう、まあ、いろんなクラナさん行って、まあ、収録させてもらうのに、リプレイたくさん見させてもらいました。で、世界大会もドイツ、ちょうど私ね、仕事の関係でこちら赴任してたんで、生で見ましたよ。で、すごいアタックいっぱいあった。だけど、そんなアタックすらも上回るとんでもない一発が、今回出てきちゃったんですね。これはね、もうちょっとね、なんていうんですか、もう真似は本当多分皆さんできないと思います。僕絶対こんなプランを考えられる人が、世の中に何人もいると到底思えないんですけども、ただね、なんでこれを取り上げるかっていうと、まあ、一つは感動するからですよね。感動するからっていうことと、あともう一つは、使ってる小技がものすごく散りばめられていて、で、その一個一個が、パートパートでどっかで皆様の役に立つと思うから、ちょっと開けたいと思うんですね。ということで、心してちょっと見ていってもらいたいというふうに思います。まずは、これですね。この対戦、セクトオブサミーさんということで、まあ、世界大会レベルのね、プレイヤーたちのもう戦いだと思ってもらえたらいいと思います。ものすごい、超強豪、メンバー同士で、ガチガチでやり合ったんですけども、で、その中で生まれた、このリプレイ。悟空さんを攻めたユタさんのアタックですね。これがやばい。これ、ユタ14さんじゃないよなと思うんですけど、ちょっとね、ユタさんってどのユタさんだろうなってちょっと思っていながら、収録してます。で、ですね、まあ、ちょっとあまりに数が多いので、この画面を大きくしたままいきますね。まずは、あとでこれ2回見ましょう。まず、棒引きの形で、ボーラーでカットしていきます。さらにここ、バーバリアン1体出して、迫撃のターゲットを取ってんですね。そうすることによって、このボーラー2体が、ほぼフル体力のまんま、施設のカットをしていくという形になります。で、このヒーラー当然、ボーラーにつけるためではございません。ヒーラーはアーチャークイーンにつけるんですね。アーチャークイーンがダメージを受けた瞬間に、回復、ターゲット範囲にいるアーチャークイーンの方がコストがでかいんで、こっちに移っていくんですね。で、綺麗にここボーラーがカットしてくれて、クイーンは、反時計回りに動いていきます。で、狙いはこの透析機とかイーグルホンの角に入れていきますね。スーパーウォールブレーカー持ってます。で、ここ、バルーンでしっかりクロホーミング回収してからのアイスゴーレム、ボーラーですね。の形で、この金庫を、金なんかをカットしていきます。これね、バーバリアンキングがこっちの方にこう入っていかないようにするためですね。ちょっとここだけは細かいミスですね。ただまあまあ、アーチャークイーンがうまいことバーバリアンキングが中に来ないように、施設壊してくれたんでよかったですね。で、バーバリアンキング外周をカットしているように見えるんですが、なんとこのホーム壁を開けます。で、何をするかっていうと、ここゴーレム入れていくんですね。で、ゴーレム入れていって、これ、投石機のターゲットがしっかりゴーレム取ってくれているので、バーバリアンキング、これフィストを発動しながら、投石機まで破壊していっちゃうんですね。で、あれよあれという間に、アーチャークイーンはもうこれ、中央の角にこう入っちゃってますね。リーグル砲を狙いながら相手のアーチャークイーンも落とす構え。ここにいるロイヤルチャンピオンです。さあ、こいつどうするかっていうと、スケートの呪文を出して、しっかりとロイちゃんのターゲットをスケートで集めながら、無傷でロイヤルチャンピオンをここで、当てていくんですね。で、無傷でロイヤルチャンピオンを使って相手のロイヤルチャンピオンを倒していくんですね。で、おまけにこのロイヤルチャンピオン、このまま一気にフリーズに乗っかって相手のシングルインフェルノ、ウィズトまで追っていきます。さあ、で、こうなってくると見ていきたいのがここですね。ね、突撃艦が出てきましたと、今度は。で、出てきて、ここですね、しっかりと、タウンホールに当たって、中からはスニークゴブリンが出てきます。で、援軍としてラバハウンドも行っているんで、このラバハウンドが相手のシングル IT と、対空砲のターゲットを取ってくれながら、残ったルートに、バルーンたちが、まあ、こんな風に向かっていくという格好ですね。目論見通り、この6時方面は、ロイヤルチャンピオンがしっかりと削ってくれているので、もう、アーチャーク、バルーンたちは最後のフリーズを使って、このマルチインフェルノ、残り2個フリーズが残っているんですけども、ここね、残っているんですけども、もうこれも使わずに、アーチャークイーンのクロークも使わずに、全開という格好です。これ、どうですかね、なんていうんですか、見たことありますかね、このレベルの攻めって。多分ですけど、日本トップレベル、世界トップレベルのアタックだとしても、多分これほどまでに、凄まじいその発想と、技術の噛み合ったアタックっていうのは、まあ、多分ないんじゃないかなというふうに思います。で、これもう一回細かく見ていきましょうか。すごすぎるんでいきますね。
まずね、今回は、なんだ、大きな画面でもなく、ちょっとポイントポイントを拡大しながら見ていきます。で、もう一回ね、全体見てもらってるんで、何が起こるか分かってると思うんですけども、ここですね、まず、ボーラーにヒーラーを当てて、防ヒーの形を使って、この、アシャトを、ね、削っていきます。で、反対方面、これは、迫撃砲に、バーバリアンを当てることによって、ボーラーに迫撃砲のダメージがいかないようにしながら、こう突破していきますね。で、アイシャークイーンを出していきます。アイシャークイーンが出てくるんですが、こいつには、ダメージ食った瞬間にヒーラーがこうすぐスイッチするので、ボーラーはここで使い捨てですね。でも、しっかり、この、二次方面のカットをできてるっていう、ここですね。ボーラーの仕事はちゃんと果たしてますね。で、アイシャークイーン、クイヒーの形を使って、反時計回りに動いていきます。で、次、ポイントになってくるのはここですね。今度金山をカットしたいんで、アイスゴーリムを出してからのボーラーでカットしていくという形ですね。で、スーパーウォールブレーカーを使って壁を開けていきながら、バーバリアンキングを出してこの九時方面をカットしていくという形を取っていきます。で、アーチャークイーンはこのまましっかりと、2層目の壁開けもスーパーウォールブレーカーでしながら壁の中へ入っていく。で、それを見て、レイジンヒーラーで回復が整っている状態を確認しているところで、これさらにレイジをかけながら、8時方面、ゴーレムプラスのスーパーウォールブレーカーですね。このレイジかけながらスーパーウォールブレーカーとかをゴーレムをどんどん出していくって、このテクニックもすごいですけどね。で、突撃ではないな、投石機がずっとゴーレムに向いてるんで、バーバリアンキングは最後までこう生き残っていくと。で、そのまま、投石機を壊していきますね。で、相手のロイヤルチャンピオンに関してはこんな形ですね。スケルトントラップを使ってターゲットを集めていきながら、まあ、シングルインフェルノのターゲットもスケトランが取ってくれてますね。で、それをしていきながらロイヤルチャンピオンを、ここに当てて、ほぼ無傷でロイちゃんを、相手のロイちゃんを破壊していきます。で、最後この対空砲シングル IT ウィズトーというこの辺の施設っていうのはロイヤルチャンピオンがフリーズを使いながら一気に突破していくと。で、ここですね、突撃艦を出していって相手のタウンホールに当てます。中にはスニークゴブリン、さらにラバーハウンドが入っていると。テスラのターゲットを一定数集めてから、しっかりシングル IT 対空砲方面に行ってこのターゲットも集めていくと。バルーン大群が、このシングル IT、大砲の当てでこう合流するような形で出していくという形ですね。フォームを使ってるんで、シングル IT だったりとかマルチ IT のダメージ受けまくってますけども、まあ、全然問題ないと。トームが切れそうなタイミングでフリーズをしっかり当ててあげて、マルチインフェルノもケアしていくという格好ですね。はい、どうですかね。まあ、もう一回このね、画面を広くして使ったテクニックを見ていくと、ここまずここですね、1個目、ちょっと口頭で言ってきますね。もう鍵切れないんでボーラーにヒーラーをつけた防品の形でのサイドカット、まずこれが1つ目。2つ目、ここですね、なんだ、ちょっと見にくいな、ここがまず1ですね。で、ここがまず2つ目。この2つ目は、バーバリアンを出して迫撃砲のターゲットを反らしてからのボーラーっていうテクニックを使ってましたよね。で、3つ目、ここ、ゴーレムを使って、しっかりとですね、そのバーバリアンキング、サイドカットに使ったバーバリアンキングを中に入れていくっていうテクニックで、これ4つ目ですね。ここは、このスケルトンの呪文を使って相手のロイヤルチャンピオンを見傷で、自分のロイちゃんを使って処理していくっていうテクニック。5つ目、ここですね、突撃艦の中にこのスニークゴブリンを入れていくことによって、5体入れることによって、タウンホールをほぼほぼノーコストで破壊できるような、破壊の仕方をしていくということ。まあ、この5つの、アタックっていうのを、ポイントっていうのを散りばめながら、かつこれらを密接にこう連携させて、タイムリーにそれぞれこなしていく。まあ、この発想とそれを実行する実行力。この両面どちらを取っても、多分これって、多分クラッシュオブクランの、私もう、なんて言うんですか、チャンピオンオブクラッシュオブクランとかいう称号があるんだったら、これ、取れるんじゃないかなっていうぐらいすごいアタックだと思います。もうね、もうちょっと言葉がもう本当に、もうこれ以上ない称賛のことを使いたいんだけど使えない。もうこの語弊力のなさを嘆きたい。それぐらいすごいアタックだったんじゃないかというふうに思うので、いや、これね、ぜひぜひですね、皆さん何度も見てもらってもいいアタックなんじゃないのかなというふうに思いますね。はい、ではですね、2本目見ていきたいというふうに思うんですけども、2本目残念ながらですね、前回には届かなかったアタックではあります。ただ、使っているテクニックとかがやっぱりまあすごく上手くてですね、参考になる点があると思うので、ね、それも挙げさせてもらいたいというふうに思います。で、これですね、6番のアラベーさんを攻めているこのアタックになるんですけども、これ、まずクイヒーパートをですね、この3時方面からこう展開していって、
で、さあ、その後どうなるかってところですね。ちょっとまあ多分ね、プラン通りに行ってないので、全体のプランニングの説明がなかなかしにくいところではあるんですけども、まずね、見せるのをもう初っ端から見せてくれます。このね、ロイちゃんにアーチャークイーンを当てていく瞬間、ここですね、ババからのアーチャークイーン。これワクワクしませんか？バーバリアンでしっかりターゲットを取っておくことによって、アーチャークイーンに、入るダメージを減らしておくんですね。で、それをすることによって、次に当たるこの、アシャトーとか、あとはまあ、マルチのウィズトーとかですかね。こういうところと当たる前にも体力を全開まで回復しておくということですね。で、ここ、バルーン4体で、なんだ、ね、迫撃砲か。あと大砲ですかね。持っていって、アーチャークイーンがしっかりこの上方面に進んでいくようにカットしていきますね。で、ミスっちゃった原因がですね、今出たこのバルーンなんですね。これ、ホーミング開始用に出したバルーンで、おそらくこっちの、グランドウォーデンの方に向かわせたかったんですが、アーチャークイーンの進行が早すぎて、これ対空ではないな。タウンホールの方に行っちゃったんですね。で、この落下ダメージによってタウンホールが起動しちゃった。これがちょっとね、ギリギリ起動しちゃったんですけど、これがアンラッキーだったというところですね。アーチャークイーンに入るダメージが増えちゃったっていうのもまあ当然あるんですけども、それ以上に、このヒーラーがね、この、ギガインフェルノによって焼かれてしまったというところが、もうだいぶ大きな誤算になったんじゃないかなっていうふうに思います。たまらずここフリーズを使っていきます。1発目のフリーズ、さらにこの後2発目も使っていくんですけども、それでもですね、やっぱり、タウンホール破壊するまでに、間に合わず、ヒーランが合計3体、ホーミングも食らいながら焼かれてしまって、でこれだいぶプランが崩れてしまったというところかなというふうに思います。で、これを壊した後、スーパーウォールブレーカーを使って壁開け、この投石機の方にアーチャークイーン済ませたかったんでしょうけど、ちょっとこれ壁殴っちゃいましたね。で、残念ながら、そうではあったものの、おそらくこれフリーズがあったら全開まで行ったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、個人的には。ロイヤルチャンピオンを出して、これ、相手のシングルインフェルノに、ロイちゃんが向かっていってます。で、それで一回止めますね。展開があまりに早すぎるんで、ここ、ディガーとホグライダーが、マイナーホグライダーのペアがね、こういますよね。で、こいつらにロイちゃんをこう、合流させていくっていう格好にしたかったんだと思うんですよ。この辺りで合流するっていうね、格好にしたかったというふうに思うんですけども、残念ながらこれシングルインフェルノに使うフリーズがなかったので、そこで、ロイヤルチャンピオンが突破しきれず、ここで落っこってしまったということで、ホグライダーとかディガーが一気に割れちゃったっていうのが、ちょっと大きな、誤算にやっぱりなっちゃったのかなというふうに思いますね。本来ここで、ロイヤルチャンピオンがいてくれればこのシングルインフェルノとかビストはもうロイちゃんが壊してくれているはずだし、次に向かうのはこのマルチビ、インフェルノタワーなんで、まあ、ロイちゃんだけだったら別に全然怖くはないですよね。で、中心部の迫撃、投石機とか、あとは、クロスボウのターゲットはリガーとホグライダーが集めてくれているだろうから、まあ、そのまま合流して最後まで前回持ってきたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり途中で使わされた、フリーズ2発っていうのが最後ここに来て重くのしかかってしまったのかなと、まあ、いう印象でした。いや、ほんとバルーン1体でね、プランを崩されたというところはあったんですけども、まあ、序盤ね、やっぱりババからのね、アーチャークイーンとかいうところで見せてくれるっていうのもね、まあ、すごい印象的だったし、まあ、ほんとワクワクするアタックっていうのを、ユータさんやってくれるんでね、ぜひまた、どこかでね、こういった攻めの紹介できたらいいなというふうに思うんですけども、このアタックを参考にしながら最後、これ取ったね、アタックがどんな風な、形だったとかっていうのを見てもらいたいというふうに思います。これですね、エンペラーダーさんが取ってくれた、攻めなんですけども、アイスゴレム2体使ってからのスーサイドラバルの形ですね。で、これですね、すごい、この、なんだ、1本目の、ユタさんばりに、ごめんなさい、噛んじゃいました。ユタさんばりに考えが込まれていて、これ、ボーラーで対空砲を狙っていくんですが、迫撃砲邪魔なんでバルーンで処理していきますね。で、これ、さらにバルーン4体を使って迫撃砲と対砲、これはさっきのユタさんの、なぞりの形ですね。を使って、アーチャークイーンとバーバリアンキングをタウンホールのところにこうきっちりとですね、向かわせていく、こういう風にですね、向かわせていくようなカットを、していっています。これうまいですよね。こうすることによってしっかりとアーチャークイーンとロイヤル、バーバリアンキングが、脇にそれないようなもう道が見えてくるということなんで、あとは壁にスーパーウォールブレーカーで穴を開けて持っていくという形ですね。で、
その後に出していくのがロイヤルチャンピオン突撃艦なんですけども、最後ですね、ちょっとね、この攻めの全体の構成は話をするとして、ちょっと今は流れをまず追っていってみてもらいたいというふうに思います。ロイヤルチャンピオンを出していって、ここですね、なんだ、大砲だったり、相手の、ウィズ、アチャ島とか、ワンチャンアチャクイまで処理していこうというような、意図が見える、ロイちゃんの付け方でしたけども、まあ、ここはちょっとね、ターゲットがロイちゃんに行っちゃったんで、それは叶わずという形でした。で、突撃艦を入れて、ここでライドラバルーンで、この角を破壊していきますね。で、相手のアーチャークイーンに関しては、ここで破壊したのかなですね。ライトニングドラゴンが、チェーンを入れることによって、相手のアーチャークイーンを、撃破という形を取ってます。で、出来上がった直線ルートを一気にバルーン出して押していくって格好ですね。ここですね、ここがもう破壊できちゃってるので、バルーンたちの通るルートっていうのが、もうこれ完全に直線化されてますよね、こんな形で。うん。そうなってくると、やっぱりそのスーサイドラバルのバルーンパートっていうのが回しやすくなるし、まあ、いかにそういう形を作っていくのかっていうのが、やっぱりその、スーサイドラバルをね、確実に成功させるポイントなのかなっていうのを、まあ、改めて見せてくれたアタックだったような気がします。L 字を使って回すっていうようなパターンっていうのが、まあ、一般的にこのラバルを使うとき、よくやられてきてたし、まあ、今もやられてると思うんですけども、まあ、それをやっても当然いけるんですが、より角度を上げるには、今回みたいに直線的な、バルーンの動かし方をするような、序盤のヒーローだったり、突破兵器のパートの展開ですよね。うん、それっていうのが、まあ、今回のエンペラーさんのアタックではすごい光ったのかなと、まあ、いう印象を個人的には受けました。まあ、最終マルチインフェルノがあったんですけども、ここをしっかりと、グランドウォーデンが破壊してくれて、ウィズ島もパピーたちが粘って破壊と、で全開という格好ですね。今回のエンペラダーさんのアタック、区画ごとにこうアタックの、概要を見ていくと、そんな感じですね。おっと、すいません、失礼いたしました。ここを、キングと、クイーンで処理していくと。でここに関してはロイヤルチャンピオンを使っていくね。で、ここに関しては突破兵器を使っていきましたね。これ突破兵器を当てていくという感じですね。で残った直線のこのラインに、バルーンを当てていくと、こんな感じですね。こんな格好で当てていくって感じですね。で、区画をまあ合計4つに分けて処理していったっていう、まあ、そんな感じのアタックなんですけども、まあ、このね、序盤のキング と、クイーンのパートに関しては、1本目のユタさんのアタックの、入り方っていうのを多分大いにこれ参考にしてると思いますし、まあ、そこにね、エンペラダーさんの工夫も加えて、さらに、まあ切れ味を鋭くしていると思うんですが、まあ、その前の、ね、方の攻めをしっかり引き継いでこう前回まで持っていくっていう、まあ、こういうコンビネーションですよね。まあ、そういうのもしっかり光ったあの TH コンプリーターさんのアタックのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はユタさんのものすごいですね、練り込まれた、小技とそれを操るテクニック、ご覧いただくというのが趣旨の動画でございました。ですね、まあ、こういうアタックまだ今後も出てきたらですね、積極的に紹介していきたいというふうに思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。 TH コンプリーターさんですね、まだまだタウンホール13のメンバー募集しておりますので、対戦ガチで楽しみたいぞという方はね、門を叩いてみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。